皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。スーパーマリオ RPG 続きをやっていきたいと思います。おじいちゃんのコインを取り返しました。おーおおな、は何、ちょ、敵だ。ヘイホーじゃないかこれ。ヘイパー。ほら、出会い頭にハンマーを。痛い。ヘイパー。ああ、ちょっとマロ、攻撃力が。こいつらが硬いのか。よしよしよし。火球。あ、痛い。痛いな。だ。ちょっと。よしよしよし。硬いな。だいぶその物理攻撃に差があるね、この二人。敵なんだ。ありがとうございます、マリオさん。引き続き見張りますが、みんな怪しすぎます。ところで、こんなの見つけました。10コイン。ちょっと待って、なんか侵略されてるんですけど。はひー、なんでこんな物騒なことに。買い物、お金を置いて持って行っておくれ。ちょ。おじいちゃんの声見つけたんですけど、なんか、え？頑張るのじゃよ。ちょっとこれじゃあ、敵の、町の敵を全滅させないといけない感じかな。あ、ちゃんと数減ってるので、ほら、来たー。痛い。電撃ビリビリやってみよっか。敵戦隊。よしよし。いいね、いいダメージじゃないか。よしよしよし。いいぞ。ああ、助かった。ありがとうよ、マリオ。おりゃ、それはあのワニに取られた僕の財布じゃん。返してくれる？返す、返さない。返さない。あ、ごめん。嫌に決まっている。これ話が進む。よしよし。わかった、返してやるよ。フラワーカプセル、あ、そうだそうだ。前回ももらったんでした。ちょっと、使っとこ。フラワーカプセル、フラワーセットってなんだろう。おお、いいアイテムじゃないか。うわぁ。うわぁ、すごい。しかも回復付き。これちゃんと使うところ、減った時の方がいいね、多分ね。元気が一番じゃん。あんだけ走り回っていったのに。この曲、あれじゃないか、有名なな、対武器、ボス戦、なんだっけ。あの曲の、よくマット動画とかで使われている曲のアレンジですよね。よし。さあ、あとは？トゥットゥルットゥルー。3人。やった、レベルアップボーナス。マロのレベルが4になりました。マロね。魔法、がっつり頑張ってほしいな。そして、こんな時でもすごいなぁ。プロ意識を感じる。いらっしゃい。いや、まだいいかな。それだけかい？まだやってるのか、お前は。あと1匹っぽいですね、多分ね。あ、2階があったね。さあ、こんにちは。ほら、起きた。さて、どこかで一山当てて、大金持ちにでもなろうかな。撃てた人か。よし。トゥットゥルットゥルー。ほら、ちょ。お。どうやろうか。物理面上げとくか。おーおーおー、わ、家の中までおるんかい。弟大丈夫、弟。
弟。ああ、楽しんでるんじゃないか。楽しんでる。でも敵なんだ、そいつは。おお、家の中で。ああ、強くなった、マリオ。HP マックス。ちょっとこれは。マリオだいぶ頼りになった。よし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 、一撃。電撃ビリリ使うまでもないな。よしよしよし。そいつに関してはノーコメントなのか。家の中までおるとはちょっとこれはいかんね。ありがとうマリオ、ささやかだけどこれをもらって。ああありがとう、いいね。ささやかとかじゃなくて結構ありがたいな。わあ、ちょっと倒したやろお前は。ああこれ城から多分来てるっぽいな。城、わおおお、ちょっと待って、ピーチの部屋に行きたい。あちょいマッチ、お前一緒に跳ねてない。こういうそういうやつはこうだ、跳ねとけばいいのかな。ピーチ姫の部屋、あ部屋は無事なんだ。何なんですかあいつらは。また大臣が。おお、ババありがとう。やった。怖いよ。ババが回復してくれるんだったら、さっきのフラワーカプセル使おうかな。よし。そして、まあ、セーブもしまして、反対側の部屋行ってみようかな。城の、あ、城の兵法は、じゃあ全部倒しとくか。意外と当たらなかった。ああ、倉庫場のやつ、助けに来たら上の部屋に一人で逃げた。俺の立場は。さあ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 、よし。復活してる？復活してる。はーい。よしよし。上に逃げた。あ、ここか。倉庫番どころじゃないよ。そうそう、これを見つけたんだ。小判を。そうそう、これ小判。そう、これ小判。そう、小判。あ、これ倉庫から持ってきたんだけど、あげる。ぼんやり布石バッジ。大事そうだな。アクセサリーかな。ぼんやりっていうステータス以上か。ぼんやり布石バッジ。沈黙眠り。ああ、大事だな。一応つけとこう。なんかマロ武器何使えるんだろう。マロの武器がないな。さてさてさて、わお、全然抜けられるな相手が。おお、キノピオたちがあっという間にみんな逃げちゃった。こんなに素敵なお城が今日から僕らのスイートホーム。跳ねて騒ぎはとにかく楽しい。邪魔するやつもいやしない。だから夜通し、とにかく跳ねろ。ああ。わっね、体力があるからね。体力があるうちよ、そんなんできるの。ちょい待ち。お前一緒に跳ねてない、そういうやつはこうだ。おお。あれ？うお。は？おお、なんだお前は。ケンゾール。おい、みんな。みんなの楽しみを邪魔するやつがいるぞ。そんなやつはどういうやつだ。どこが顔だこれ。目玉が、白いところが目玉かな。
身の程知らず、ヒゲ、ヒゲ、ヒゲだと。おお、来た。この曲ね、この曲有名ですよね。おお、ここで、ここは流れるのか。どうしよう。これでも、あ、どうしようかな。ジャンプするか。ジャンプで、ケンゾール。イエーイ。よし、いいね。42か、それでも。で、ヘイパーたちは、電撃ビリビリで、電撃ビリリか。ゲッ。まあまあじゃないか。火球来た。あ、いて。よしよし。てるるる。ケンゾールは痺れている。あ、いいね。ちょっと待ってね。ジャンプして、ケンゾール。いいね、42。そして、電撃2回ぐらいでいけるんじゃないかな。さあ、いけ。いいね、いいね。炎の壁。何それ。ああ、あんまり効かない。普通のハンマーだとどのぐらいいくのかな。あー、でもそんなにはね。ジャンプ、あ、6。ああ、ハンマーでも十分いけそうですね、マリオね。フラワーポイントはちょっと回復のために温存するか。これまだ1回も使ったことないけど、回復シャワーしてみようかな。マロ、回復だ。あー、なるほど、1体だけか。なんかシャワーっていうぐらいだから全体かなと思ったけど、そこまで便利な技まだないよね、多分。さあ、いけ。うっそ。なんかもう普通に勝ったと思ってテレッとしとったけど、復活するんか。まあいいや。よし、ちょっとしっかり一掃しよう。よしよしよし、いいぞ。火球来た。痛い。マリオ結構ピンチじゃない。あれ、ジャンプしたぞ。あー、ちょっとマリオ結構ピンチやな。キノコ、違う、キノコをマリオ。よし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 、いいぞ。当たりが出たのでもう一個。そして電撃ビリリ。よし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 。あー、なんだ、逃げただけ？炎。ああ、痛い。痛いけど、ハニーシロップ使おうか。で、電撃してみよう。電撃の方がダメージが通る。30、いいね。炎。あー、痛い。ファイヤーボールかな。さあ、いけ。40、そんなにやな。そして回復シャワーでマリオ回復しよう。結構敵も体力があるな。まあ、さあ、どうかな。電撃はちょっとカフラーポイント回復しとく。ハニーシロップあと1個しかないんだ。
壁。タイジャンプ、いやー温存しときたいな。次またヘイパーたちが来たら、よし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 、来たー。おお、めちゃめちゃ儲かったんじゃない。コイン20、あ、そうでもなかった。演出とあれは関係ないか。後ろになんかあるぞ。スター、なんだこれは。スターストーン的な、なんかキーアイテム。おお、スターピース。へえ、ああ、なるほど。今作はこれを7個集めると。大変だ。大変だ。このヒゲ強い。ちょっと強い。あ、カジオ様。カジオってあれじゃないか。最初の方に、カジオ軍団がなんか乗っ取ったとか言って。ひゃー。マリオ殿でしたか。例によって例のごとく、またまたマリオ殿に助けられましたな。しかし一体何が。おお、早いな君たち。あれもこれもそれもどれもマリオさんのおかげ。そうです、これで多分一面クリアみたいな流れですかね。ちょっとでも唐突でしたね。なんかそのヘイパーたちの襲来が。この姫がいないという大変な時に、そんな、こんなことまで起きてしまうとは、大臣ますます姫が心配で。マリオさん、僕のおじいちゃんに聞いてみるのはどうでしょうか。おじいちゃんは何でも知ってるんです。おや、そちらの方は。はじめまして、僕、ケロケロ湖から来ましたマロと言います。これはこれはキノコ城へようこそ。とにかく我々が頼れるのはマリオ殿しかおらんのです。いや、マロのことも頼ってくれ。マリオ殿、一刻も早く姫を助けてくだされ。大臣、もう一回お願いします。僕にもコインを一緒に取り返してくれたお礼をさせてください。あ、いい子。ケロケロ湖。でもなんで僕はキノコ城に来たんだっけ。あれはあの、道具屋の、キノコ城に突然現れたカジオの手下ケンゾール。マリオの手に入れた星と何か関係があるのでしょうか。あ、ケンだからケンゾールかな。剣の形してましたよね。二人はキノケロ水路へと進みます。キノケロ水路、なるほど。よし、こんなところですかね。ひとまず全回復してるね。じゃあ、ひとまず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も。あら、セーブポイントここじゃなかったっけ？まあいいや。また次回もよろしくお願いします。さよなら。